やってまいりました、はい、アマドゥ GP、はい、2デイズの2日目、サマーカップでございます、ね、はい、車検でやっております、今ね、はい、結構、運転手もかなり来てきましたけど、かなり来てますね、今日はファミリーでね、家族さんが来てましたけど、はい、今回は結構、ガチ勢の方も、確かに、ね、ミニ四駆を結構やってる方も来てますんでね、うん、はい、今日はまたね、昨日とまたさらに違った雰囲気でね、お送りできるかなと思います、はい、ね、どうですか。いやー、僕初めて車検のとこ来たんですけど、はい、すごいですね、あんまりこう、まじまじと見ないじゃないですか、実況してても、スタート前にちょっと見るぐらいだったんで、しっかり作ってますね、そうですね、うん、あと、あまり流が結構みんな浸透してるというか、そうですね、結構ね、そこまでこう、ここやり直してくださいっていうのがね、少、うん、ない、そう、うん、結構ちゃんと作ってきてくれますんで、作ってますね、はい、ね、うん、今日も熱いレースを期待しましょう、やりましょう、これ見てください、これ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 。これはあの、寄付されたパーツで、どうなんですか、箱入ってるんですか、寄付されたパーツですからね、はい、これもありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ今日もね、はい、金春と僕と鳥さんで、はい、盛り上げて短パン、おっさん、おっさん短パンたちで頑張りましょう、 おっさん短パントリオで、短パンおっさんトリオえ短パンおっさん、短パンおっさんトリオで頑張ろう、というわけでございましてね、アマドゥ GP の2日目、サマーカップです、サマーカップですね、もうそろそろですね、ジュニアクラス、キッズクラスの方のレースが始まりますね、だいたい1時間前後でね、行われるものになってますんでなんかなんかなので、これがですね、ジュニアレーサーの熱いレースを見た後にですね、僕たちが出るオープンクラスね、熱いレースお届けできるように頑張ります、はい、大会もね、僕たちの 3MC で、頑張っていきますのでね、盛り上げていこうと思います、頑張ります、アマドゥ GP クルーデース2日目サマーカップお越しいただきましてありがとうございます、皆さん魅力楽しんでますか、イエーイ、ありがとうございます、本日ですね、MC を務めさせていただきますハイパーラスキッチのクルーデース、よろしくお願いします、みんなどうでした、スタートを起こしたって、ゲームベルって何で言うのマイクの方にやっていくとちょっと分かりませんけれども、隣にいるのは、サラハル TV サラハルさんです、お疲れ様です、暑いと思います、水曜ハグしっかりしてください、熱中症になります、いい天気していきましょう、じゃあ竹山さん、はい、続きまして、はい、どうもお立てます、竹山チャンネルの竹山でございます、兵庫県在住ですね、はい、皆さん何からね、何かあったら応援してください、はい、よろしくお願いします、今日、昨日もそうでしたけど、あの昨日も非常にあって、レースでも分かったんですけども、練習の時に続けて、しっかりね、ミニアンプで楽しんで帰りましょう、じゃあもう一日よろしくお願いします、楽しんで帰ろう、ということで、アマレギでジュニアクラスを始めていこうと思うんですが、まあ、我々ちょっと3人いますので、一番最初ね、エキシビジョンマッチということで、まあ、どういった感じでジュニアクラス走って、どういった感じで、進んでいくかというのを、ね、説明されながらエキシビジョンマッチしたいと思いますけども、よろしいでしょうか、ありがとうございます、では私が一番言いたいだけじゃないか、みんなも9年やってます。何のバストなんですか、ね、一言一言言ってね、なんかすごい空気にして、俺に参るだけ私どこにやるのかっていうか、どこ行くんですか、この2人とも。みんな飛んでしまえ。ありがとうございます。参考書が欲しかったです。それでは行きましょう。一応3枚。MC はただ羽が務めさせていただきます。こんなこと言うとあれなんですけど、今日は皆さんガチで来てる人、ほら、もうガチで来てる人、9年やってるんですよね、ガチの人たちに現地取れるでしょって怒られるんですよ、ダメですよ、そういうの、うわぁ、現地逆らせ、9年で離した瞬間、こっち走ったりとかしないゴーそれじゃあね、改めまして、スイッチお二人いただきます、さあ、スタートしました、最初に呼び出したのは韓国、さあ、追いかける皆さん、お客様
さ
意識しプラス、ありがとうございます。こちらもね、あのご提供いただきましたサンブラッカー XTO のライトブルースペシャルということで、今これね、あの通常品番ではないので限定かつ品番なので、結構ねプレミアムの値段がついている、レアキットになります。でさらにこの中にですね、ショーケーホイールの、マルーンなどの、今回ご提供いただきましたので、これもね、ジュニアリーパーに、差し上げたいと思います。おめでとうございます。GP キッククラス優勝田口選手、ちょっと照れくさい感じがしていいですね。さあ田口選手のね、症状と、はい、こちらの出演をね症状を差し上げたいと思います。田口選手おめでとうございます。そして1位の、あ、重っトロフィー、重っトロフィーをね差し上げます。どうぞ。さらにね、アマゾンのステッカー等々、そして、HG 営業中級にオールアルミレアリングローラーね、これもね、合わせて差し上げますので、また使ってください。さらに、キットはですね、レーザーニューヨーク大ファンタンとなります、ロードナイト、こちらの方も合わせてプレゼントさせていただきます。さっき持てるかい？はい、おめでとうございます。カブン GP2 日目、サマーカップ、キッククラス、優勝は、サイン選手です。こちら大きな拍手をお願いいたします。ちょっとね、アマゾン運営チーム含め写真撮らせていただきますので、はい、チーム決勝
次は手慣れに行くよ。さあロードキャビリが出ていく。俺が身に送りに行くんだと聞いたらとく言っている。走りだ、これは9年の走り。さあ直線でキャビリを待ちろというところ。さあ追いつくインコそのまま残りで抜いた。合計で約140名かなの方々の合計が3名が残っているところでございます。まずここまで残ることが素晴らしい拍手、ね、さあしっかりねこの走り熱い走りで締めていただきましょう。ではお願いします。エルク代表パラハルティビひと言もらわなくなったな。じゃあ一言お願いいたします。意気込みを。やっぱり私が一番です。今日ずっと言ってますからね。さあ頑張っていただきましょう。続きましてビブロック代表ライブ2番アンタリースペシャル。さあ立ち上がってきましたね。さあ一言いただきましょう。ああ素晴らしいお言葉いただきました。優勝しましたね。ここ初めて来た時でした。はい、では最後の1名四国代表135ホームランスペシャル。あ、立ち上がってきましたね。意気込みの方お願いします。初めての VS なんですけどちょっと頑張って VZ を負けてくださいさあいただきましたね。ウィーレスチャーシーね、昔ながらのチャーシーでここまで立ち上がってきました。パワー選手さあ感謝寛容でございます。では皆様準備はいいでしょうか。 OK ですかね。さあ回せる方 OK ですかね。では始めていきましょう。アマルフル CP アマルフル CP ごめんなさい。では行きましょう。アマルフルグランプリパワーカップオープンクラス決勝戦スイッチオン志村に注目。では参りましょう。さあスタート。さあ相手を見たぞ。誰走り、さあ見えるかどうか。走り後ろから見えるか。後ろに向いてくる。おっと走りに行くぞ。さあスタート強い。さあこっちからは強いマシン。さあ後ろから前に来るかどうだ。引けてくるぞ。引けてくるぞ。さあ押せる。こちらのサンドのメンバーに改めて大きな拍手を送りください。それではアマルグランプリオープンクラス第3位パラハル TV。 イエーイ、よいしょ。第3位のパラハル TV にはですね、こちらブロンズのトロフィー。うわ、トロフィーもらえる。トロフィーずっしりしますんでちょっと待ってください。うわはい、こんなに重くはないですけどね、片手で持てるレベルですからね。そしてパラハル TV に、パラハル TV の入った貝が、送られます。欲しい人、欲しい人がいるということで、これちょっと最後にね、ジャンケンでジャンケンでいきましょうね。はい、で副賞といたしまして、エガル TV 2020のファウルね。そして、ハンガーショット、はい、新品未開封、これもジャンケンします。お、すごい、ジャンケンオープンクラス第3位のパラハル TV でした。お願いします。続きましてオープンクラス、準優勝川村選手。川村選手お願いします。どうぞ。川村選手にもね、シルバーの
トロフィーを贈呈したいと思います。おめでとうございます。そして、我々ユーチューバーチームのね、合同会議色紙、こちらもね、プレゼントさせていただきます。さらには、2022のタオル、そして、マットレーザーですね、のキット、こちらもプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。トロフィーのケースもありますんで、またあの写真撮った後に大事にしていてください。そしてアマルー GP サマーカップオープンクラス見事優勝されました、アタリ選手おめでとう。なんとアマルー GP 2連覇、いや、春は連覇じゃなくて、2勝目ということですね。そうですね。あ、すごいですね。アマリグ2連勝出ます。アマリグ2勝目ということで2連勝出ます。これはすごいですね。ちょっと3勝目がちょっと怖いですけども、見事優勝されました浅利選手のゴールドの声に差し上げたいと思います。おめでとうございます。そして我々の大好きも、2番目も知りますけどね、ありがとうございます。サダハル TV がね、今回あるんですので、そして HRGP2022 の、ニュータウル、そして、スーパーバンチジュニアのキットがね、プレゼントされます。おめでとうございます。一言いただきましょうか。優勝されてどうでしょうか。そうですね、まあ、UAD 行こうできてよかったです。かっこいい、かっこいい、ちょっと震えましたね。僕 UAD 行こうやってみたいです。次回のね、あまりにもお待ちしますのでよろしくお願いします。以上、1位、2位、3位の表彰式でございました。皆さん、改めて、大きな拍手をね、お願いいたします。作ったマシンが綺麗に走ってたんじゃないかなという印象を受けました。小さなお子さんからね、クロードレーサーまでみんなが仲良く楽しめるようなレギュレーションだと思いますので、ぜひね、今後もアマルグ GP 開催していきますので、皆さんアマルグでよろしくお願いします。売れない芸人みたいと言うのもね、売れきさんおめでとう、おめでとう、もうやめて、着替えの着替えやのやめておめでとう。炭酸恐怖症ありますね。頭頭皮の汚れ今日めっちゃ取れる。匂いかいて、匂いかいて。ちゃんとちゃんとしてて。はい。そこで勝ち。オッケーですよね。ではでは、皆さんお疲れ様でした。またありがとうございました。ありがとうございました。初の試みと言いますかね。Amazon GP、2days、まあ、昨日はファミリーカップ。今日はサマーカップということで、僕たちは本当に非常に熱いレースで、熱いレースだらけだったんじゃないかなと思っております。まあ、この気温も暑かったですし、まあ、それに負けないぐらいレースも熱かったと思います、ね。じゃあちょっと締めの挨拶ということで、ちょっと各、この動画配信者をね、お言葉いただきましょう。じゃあまず、今回ね、なんて、はい、今回、ね、ゲストで、ね、はるばる、遠路はるばる愛知から来てくれたさだはる TV に一言もらいましょう。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。暑い中最後まで残っていただきまして、ちょっとね、僕の企画にも付き合っていただきまして本当ありがとうございました。で、非常に良いやつだになったんじゃないかなと思います。本当にね、まあ、パンツ気持ち悪いでしょうけどね、まあ、それで帰っていただいて、で昼間に、ね、着替えてるこの人、着替え持ってきてたんですよ、今日。昨日暑かったから言って。なんで、昼間にね、竹尾さんと、この人、着替え持ってきてるぞって言って、昼飯の時行ったら、来る時間、着替え消費してるって言って、ちょっとしめしめモードやったんですけどね。まあ、そういうこともさせていただいて、本当、で今回こう呼んでいただいて、ちょっとオープンペース、まさかちょっと勝ち上がるとは思ってなかったので、最後の方、だいぶバタバタしてね。で皆さんにもちょっと手伝っていただいて、あのピンクの、クラウンいただいたりとか、本当ありがとうございます。いただいた方も、ちゃんとね、100% の状態で走ることができました。で結果3位ということで、非常にね、山添さんにも、あの、笹原さんは、あの、ガチでやってくださいと言われていたので、なんとか、爪痕残すことができたんじゃないでしょうか。本当にありがとうございました。また呼んでください。皆さん、本当ありがとうございました。よいしょー。じゃあ、続きまして、竹尾さんでも、さっき喋ったけどね。はい。お疲れ様でした。はい、本当にこの2日間ね、非常に熱いレースね、やっていただきまして、僕自身もすごくモチベーションというかね、ミニオンペースがまたさらに、上がりました。何やねん。
上がりました、ね。もちろんこれまで、みんなさんが、来ていただいて、盛り上げてくれたからだと思います。このアマドゥさんではですね、本当に定期的にイベントやってくれている非常にミニ四駆の活動にですね、積極的な店舗さんでございまして、僕たちとしても非常にね、ありがたいね、はい。まあ、こういうね、こういうところからミニ四駆の角が広がっていって、どんどん盛り上がっていけばいいなと思ってますんで、皆さんで一緒に、盛り上がっていきましょうね。僕も今日、結構いいところまでは行ってたんですけどもね、まあまあミニ四駆9年間やっていいじゃないかなと思いますんで、はい。また、ね、皆さんと今後また一緒に遊べることも楽しみにしております。アマズ GP この復帰はありがとうございました。じゃあ最後にこの変な格好のおじさんに渡してね、お願いします。よっ大将。はい、はい、高敷地の空力です。すっごいもうパンツが不快なので早めに締めたいと思います。アマゾングランプリ2日開催、ファミリーカップそしてサマーカップ参加いただきまして誠にありがとうございました。今後もね、アマドゥさん、さっき大東さんからもありましたが、定期的にアマドゥ GP そしてワークショップの方を開催させていただきますので、ぜひ皆さんね、お友達とか、まだ参加したことないよという方近くいらっしゃいましたら、ぜひお誘い合わせの上参加していただければなと思います。そして現在ですね、日付が決まっているイベントがありますので、まあ、ちょっとね、告知させていただきます。ワークショップでございますが、9月の19に、ワークショップが、開催予定というふうになっておりますので、詳しくはね、アマドゥさんのホームページ、そして公式 LINE 等々を、チェックしていただければなと思います。そして次のミニ四駆大会、なんとですね、日付が決まっております。はい、これ言っても大丈夫ですよね。はい、次はですね、なんと10月の9日にアマドゥ20周年を迎えます。つまり20周年ということで、まあ、スペシャルな何かをしようぜということでですね、今回2面展開でありましたが、コースをもう1個増やして3面展開、そして会場をですね、上の駐車場半分、仕切って、開催しようかなと思っております。さらに我々今回 MC 3名でしたが、10月の9日にはですね、ウーマチャンネルしろっこさん、そして、FT さやかさんが、追加ということで、おそらく MC が5人になります。3面展開の5人 MC というふうになりますので、今日みたいなね、何かが起こるかもしれませんので、ぜひ皆様、振るってご参加いただければなと思います。詳しくはアマドゥさんのホームページ、そして公式 LINE、そして各 YouTube の、ね、チャンネルでも日付が近くなってきたら告知させていただこうと思ってますので、ぜひ、チェックしていただければなと思います。さらに本日の、アマドゥ GP の様子はハイパーダッシュ基地、そして竹尾チャンネル、そしてサダウル TV でも随時 YouTube の方で配信されますので、ぜひ皆様、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。最後いろいろありましたけども、非常に楽しいアマドゥ GP でございました。今後も我々精一杯ミニ四駆を盛り上げていきますので、皆様引き続きよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。めっちゃゴーゴーする。はい、お疲れ様でした。アマドゥ GP、サマーカップ終わりましたよ。変なおじさんが歩いてきましたね。はい、非常に楽しかったですね。ちょっと、もう気が散るからもうね、ここにいますけどね。はい、何があったかはね、サダハル TV 見てください。いやー楽しかったね。まあ、とりあえず僕個人としてもね、結構いいとこ行きまして、まあ惜しかったですね。攻めた結果飛んじゃったんで、まあ仕方がないんですけどね。まあ、YouTuber でとしては、ね、サダハルが、ね、かなり上まで行きまして、ね、いい結果残してくれたと思います。はい、で、まあ、オープンクラスもそうですし、キッズクラスも、ね、非常に熱いレースをして盛り上げてくれました。まあ、もうなんかもうあんな人おるもん。、ね、非常に盛り上げてくれました、ね、それもね、もう参加いただいたレーサーの方々のおかげだと思います。はい、なんかもうあの人のせいで気が散るね。はい、気が散る。さあ、というわけでございましてね、本当にご参加いただきありがとうございます。多分ね、キッズレーサーとオープンクラスのレーサーさん合わせるとね、200人超えてますね。非常にね、本当盛り上げていただいてありがとうございます。これもね、
アワドゥさんが今まで、こういうイベントをやってきた結果だと思いますのでね、もっと今後とも、僕たちを盛り上げていけるように頑張りたいと思いますね。じゃあお疲れ様でした。ほならほならほなら、お疲れっすい、はい、今までお疲れ様でした。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 これまだ伝説が終わる画像、めちゃめちゃコーラ、伝説の画像が終わるかもしれん。